などに取材した脳の作品。成立は、室町時代。作者は世阿弥。複式無限脳で、修羅脳の一つ。平家物語巻9、厚森最後のことや、原平盛水期巻38、平家光達最後並び首がかり一の谷ごとに取材し、一の谷の戦いで落名した若武者、平厚森と、これを打ち取った、熊谷二郎直ザとが再開し、 法の友であることを認め合う喜びを描く、優雅な演目である。月岡光陵による、厚盛の農判がこの曲は、平家物語の次の逸話を下敷きとしている。一の谷の戦いで平家は、敗れ、一門は船に乗って逃げていった。しかし、平家の武将が一人、渚で船に乗り遅れていたところに、現時の武者、熊谷次郎直ザがこれを見つけ、 平家の名のある武将と見て、勝負を挑んだ。馬上で組合になって、双方馬から落ち、直ザが、平家の武将の首をかこうとすると、平家の武将は、直ザの子と同じくらいの十六七歳の、金立ちであった。直ザは、哀れを感じて除名しようとしたが、後ろから、源氏法の軍勢が近づいてきたので、直ザはもはや武将を逃すことはできないと知り、 なくなくその首をかいた。首を包もうとして、鎧ひたたれを解いてみると、二色の袋に入った笛が腰に刺してあった。直実は、その日の暁に、平家の陣中で還元の遊びをしていたのは、この人たちであったと知った。後に聞けば、この武将は、平常盛の紙幣厚盛で、十七歳の少年であった。直実は、これを機に出家をすることになった。 また、この笛は、祖父、平の忠盛が笛の上手であったので、鳥羽院から下され、その後常盛を経て八森が受け継いだ、小枝という笛であった。この脳は、一の谷の戦い後、出家して、連世奉仕となっている直ザネが、八森の菩提を弔うため、妻の一の谷を訪れるところから始まる。すると、そこに、草刈男らが笛を吹いて現れる。連世は、 草刈り男のような低い身分の者が優雅な笛を吹いていることに不信を感じ、呼び止めるが、草刈り男は、草刈りの笛は歌にも読まれており、不審なことではないと悟す。そのうち、一人の草刈り男だけがその場に残り、連世の戸ぶらいに感謝し、熱盛であることを暗示して立ち去る。ウラジンが現れ、熱盛の最後の様子を語る。 連生がとぶらいを続けていると、厚森の亡霊が現れ、とぶらいに感謝し、二人は、今や、法の友であると喜び合う。続いて、厚森は、平家一門が没落した運命について語り、合戦前夜に、平家の陣中で笛を吹いて、株音力を楽しんだ思い出を回想し、舞う。最後に、厚森は、直ザに打たれた時のありさまを語り、今や蓮生は、 敵ではないと言い、なお、らいを願って、姿を消す。作者は、ゼアミである。副式無限能の,の形式を取り、連世法師が、草刈り男らに出会う前場、草刈り男が消えた後、連世法師が、妻の裏人に、厚森最後の様子を語らせる魔狂言、厚森が亡霊となって現れ、連世法師のらいに感謝し、生前のことを語る後場からなる。 連生の登場一の谷の戦いで、平敦盛を撃った、熊谷二郎直ザが出家して連生と名乗り、一の谷を訪れる。草刈り男の登場をそこに、仕事を終えて、家路につく草刈り男らが現れる。しては、面をつけない直面で、水衣姿である。連生と、草刈り男の問答連生は、草刈り男らに、草刈りがなぜ笛を吹いているのかと問いかける。 そのうちに連れは立ち去り、して一人が残る。その求めに応じて連生が念仏を唱えると、男は感謝し、自らが厚森であることをほのめかして立ち去る。連生は、妻の裏人から、厚森最後の様子を聞く。裏人は、平家が、一の谷の戦いで敗れて海上に逃げたが、厚森は陣中に忘れた笛を取りに戻ったため船に乗り遅れたこと。 熊谷次郎直ザがこれを捕らえ組み敷いたが、敵がまだ十五六歳なのを知り、助けようとしたものの、後ろから、味方が迫っていたため撃たざるを得なかったこと。熊谷次郎直ザは出家して、厚森の母大を弔っていると聞いていることを語る。厚森の登場、厚森の後してに用いられる能面、十六十六歳にして撃たれた、厚森の初々しい姿を表す。 連世が厚森の母台を弔って、念仏を唱えていると、厚森が現れる。あとしては、厚森の面、梨田絵星、長絹、白大口、太ち、扇の姿である。連世のエコーによって、厚森の罪が消え、そのことが、連世自身の特奪の縁ともなることから、二人は、法の友となったことを喜び合う。 平家一門の運命の解雇厚森は、映画を極めた平家が没落していった運命を、解雇する。笛の縁の回想笛を吹く平厚森。続いて、厚森は、源氏との決戦前夜、平家の陣中で、厚森が吹く笛に合わせて一門が、株音力を楽しんだ様子を回想する。そして、後しては、中の舞を舞う。厚森の最後、 終局一の谷の戦いで、熊谷二郎直ザネに呼び止められる、平敦盛作者は、世阿弥であり、大衛三十年奥書きの、三道に、清常、実盛頼政などの修羅能と共に見える。天居である、平家物語では、若武者敦盛の悲劇的な最後に焦点が当てられているが、本曲は、むしろ、敦盛と連生が、 法の友として出会えた喜びが主眼となっている。修羅能の一つであるが、普通の修羅能が修羅道の苦言を表現する、かけりを舞うのに対し、厚森では女性の主人公が舞うことの多い中の舞を舞っており、歌舞音曲を好んだ気候詞という面が強調されている。織田信長が高赤舞の厚森を好んで歌い舞ったとされ、この曲が能の つ森と混同されることがあるが、別の作品である。ありがとうございます。